今回はですね、はい、日本人がなかなか観光では行きにくいようなね、うん、お店を、はい、ちょっと僕ら行ってきたのでね、はい、まあ、それをちょっと紹介できたらなと思います。行きますか。行きましょうか。まあ、なかなかね、うん、今回ご紹介するところは、まあ、ガイドブックにもまだ載ってないんちゃうかな、うん、そう、大体みんなこうワイキとかさ、まあ、行ってアラモアナら辺とかさ、うん、まあ、その辺でちょっとこう止まってしまうやん、うん、はいはい、なので今回はねちょっと皆さんが知らないようなお店を行ってきたので、はい、はい、ぜひ行きますか。ご覧ください。それではどうぞ。お店の方入ってきました。とりあえず入ってきましたね、はい、いい雰囲気ですね。いい雰囲気です、うん、まあ、ちなみにね、僕ら2回ぐらい来たことあるんかな。おう、で、まあ、今回方も3回目ぐらいだけどね、はい、まあ、ちょっとメニューとか見つつ、はい、オーダーしていけたらな、はい、あととりあえずもうビールは頼んだんで、はいはい、とりあえずビール飲んでいこうかなと。ビール大事なんで、はい、行きましょう。じゃあとりあえず乾杯しますか。乾杯でしょ。乾杯でしょ。乾杯でしょ。はい、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 乾杯。はい、乾杯。はい、乾杯。今日もね、いっぱい働いてるな。どうやったか。あ、ここもあれかな、うん、メニューはバーコードスタイルですか。なんかここは、まあ、メニューバーコードで、はい、オーダーもアプリからできる。へえ、できるし、あの店員さん呼んでもオーダーできる。なるほど、はい、じゃあちょっとメニュー見ていきましょうか。メニュー見ていきますか。はい、なんかあれですね、うん、ちょこっとつまみ頼んで、せやな、でパンローストを分ける感じでいきますか。はい、そうしましょうか。そうしましょう。まあ、せやな、プープス。で、なんかパンローストって何やねん なってると思うんですけど、はい、あの僕らも、まあ、よく分かってなくて、まあ、今聞いたところ、まあ、ハヤシライスとかあるじゃないですか、はい、カレーとか、はい、クラムチャウダーとか、うん、ビーフシチューとか、ほうほう、パンローストとか。パンローストパンローストそこなんや。そこなんや。だからもうそういうのがあんねん、パンだから。そう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 。で、だから多分日本じゃあんま知られてないと思うんですよ。はいはい、確かに。だから、まあ、タイカレーとか、うん、インドカレーとか、うん、スープカレーとか、カレーライスとか、でパンローストとか。だからアメリカの本土の方にそうそうあるみたいで。そう。で、だんだんこのクラムチャウダーが白やん。どんどんこうなって赤になって。こうっていったり。そうそう。それがパンロースト。パンロースト。はい。じゃあとりあえずプップ頼んで、はい、で、あのパンローストも頼んでいこうかなと。それから行きましょうか。はい。行きましょう。はい、ということで、はい、来ましたね。プープースですね。まあ、こちらかなまりですね。はい、あ、イカフライです。イカフライとなっております。イカフライです。まあ、あれローカルの店に来たら、まあ、大体プープースである一品ですね。うん、日本でいうイカリングみたいな感じですね。日本で言うイカリング。イカリング。イカリング。はい。頼んで間違いないメニュー。ベストワンやな。ベストワン。あ、ちなみに店長さんです。ちなみに店長さんです。今日はありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。早速食べていいですか。はい、お願いします。これちょっとガッツリいきます。絡まりいいよな。絡まりちょっとほんまにビールが止まらない。ビールとな。よし。うん、うまっ。なんかもんだな今。いただきます。あ、また来ました、なんか。はい、お、来ました。またなんか、お、ホラベロフライ。おー、Thank you。 ホラベロフライ。ホラベロ、これは何ですか。マッシュルームですね。マッシュルーム、マッシュルーム、キャップがでかいやつです。うーん、あ、これは珍しい。椎茸みたいな。あ、キャップがでかいです。そんな感じです。じゃあ、いただきます。絶対うまい。うーん、ケージャンっぽいソースですか。ケージャン、いや、エオリ、アイオリ、アイオリ、いただきます。アイオリン絶対うまい、これ。うん、うまい、うまい、最高や。逆に揉まないんですか。揉まへんねん。揉まへんねん。後揉み、後揉みね。片手後揉み。
うまい。怒られる。なんかあのザ・アメリカンって感じの味。アメリカン。うまい。うまっ。フィッシュチップ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 さん、チップ。あ、フィッシュ、フィッシュ。フィッシュ。俺これ食べたことないかもしれない。これ新しいです。新しいです。Yes. はい、以上でございます。うまい。ふわふわ。これは、パンで挟んだらフィレオフィッシュ。せやな。外カリッカリ、中ふわふわ。最高最高。もう一回。魚のフライってうまい。うん、最高です。最高です。やっぱシーフードいいよな。いい。続いて、はい、バッファローウィングね。これもう一本追加ですね。追加しました。もう一品、うん、うまいね。いただきます。はい。うん、うん、ファッファバッファ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 ローウィングス、うん、ファッファローウィングスよこれ。バッファーって食うた、うん、うまい。慣れてますね食べ方。うん、でもバッファローウィングスめっちゃ食うねマジで。てかウィングス、うん、こっちにおったら食うよ。ウィングスめっちゃ食うから、日本でいう唐揚げぐらいのあれで食うような、うん、うまい。確かに日本でウィングス食わん。うん、ましたね、こちらがね、パンロースト。パンロースト。になっておりますね。今日のメインですね。カレー、ハヤシライス、クラムチャウダー、ビーフシチュー、パンロースト。パンロースト。結構最後の方やな。インドカレー。そのうちの中の一つという。おー、うまそう。スープカレー、グリーンカレー、パンロースト。はぁ。食べていいですよ。食べてください。いただきください。はい。これはちなみに、何でしたっけ、フックドコンボ。コンボ。ですね。はい。いただきます。この上に乗ってんのが、カニ。カニ。カニ、エビ。うわー、エビ。エビ粉。ちょっと中で切ります。すみません。全部いったって。いや、あの、尻尾で。これ上にかけますね。うん、かけんね。あ、かけるタイプか。いろいろあるからな、食べ方。そしたら、うん、はい、絶対うまい。いただきます。よし、ハウゾン。ハウゾン最高。最高。いただきました。うん、絶対うまい。最高。あの、魚介のエキスいっぱい入ってます。いっぱい入ってる。じゃあゆうちゃんも行っちゃってください。じゃあ行っちゃっていいですか。はい、がっつり男らしくね。念願のあ、こっち、はい、こっちで。あ、そっちで。そうですよ。あ、そういうことね。そうです。普通の人間違えた。え、どういうこと。それで行こうか。え、いや、これでかけて。え、そういうことな。これでかけてのやんな、うん、おー、確かになんかあれやな、タイカレーっぽい見た目は、はいはい、のチーズクリーミー、トマトクリーミーな感じだから見た目的には。うん、いただきます。ズームインお願いします。あ、ズームイン。あ、勇気にピント合ってる。あ、いいね。軽く食べてる。はい、なんか食べてる。いっちゃってください。いっちゃいます。うまい、うまい、うまい。いや、これむずいな。このどう言葉で説明するかはむずいけど、うまい。うまい。食べに来てもらおうか。なんかやっぱりあれやな、クラムチャウダーの反対バージョンみたいな感じ。うん、でも美味しい。クラムチャウダーみたいな、うん、でライスに合う、うん、最後。はい、ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ってことでね、はい、僕らが選んだね、日本人にはなかなか知らないであろう、はい、お店
の一つ、フックドですね。はい、はい、行ってみました。他のお店でなかなか出てへんからさ、ああいうメニュー、だここのお店でしか食べれない、うん、はい、っていうことですね、はい、ぜひハワイに来た際はね、はい、ちょっとお立ち、ちょっと足踏み入れたらどうですか。はい、どうですか。はい、あとまあここに住んでる方もね、はい、いいかなと思います、はい、そうですね、はい、ということで、はい、これからもブラザーズ応援してくれるという方はですね、グッドボタンと、はい、チャンネル登録と、よいしょ、はい、コメントお願いします。